お茶、味噌ラーメン一つ、麺固めね。えよ。お、ナルト、来ていたのか。お前最近は、麺を固めに、あ、麺を固めにしろ。ひらがなで書かれるとわからんよ。波の国から帰ってきた、すぐやからな。まあ、うまかろうて。味噌ラーメンもうまかろうて。やっぱ一楽のラーメンは最高にうめえってばよ。おいおい、麺が硬いだろ？硬いんだろ？もっとよく噛んで食べろよ。俺ってば噛むスピードもすげえ速いから大丈夫だってばよ。そうか、どうだ最近は。ちゃんと修行してるか？イルカ先生そればっかりだよ。それだけだってばよ。ちゃんと修行してるから心配いらないってばよ。でもさ、でもさ、もっともっと強くなるためには、なんだその目は。ねだってるのか？前回小麦粉もらいましたからね。全く仕方のないやつだ。これをやるから大事に使えよ。強化剤。ではそれを使いこなすための大事な話を今から始めるぞ。長い話は勘弁だってばよ。あ、こら待てになると話は終わってないぞ。毎度あり。失礼します。おお、カカシたちか。波の国での任務はご苦労じゃったな。木の葉の外でも波の国の時と同じくらい大活躍するってばよ。ずいぶん頼もしいことを言うようになったじゃないか、ナルト。へへ、なんとなく言ってみたかっただけだってばよ。さて、第7班次の任務は、倉庫の扉を開けてもらう。あ、倉庫の扉。鍵屋さんじゃないの。とある倉庫の管理人からの依頼で、自分でも扉を開けることができなくなってしまったそうでな。倉庫にしまってある秘密の書という本を取り出してきてくれ。との依頼じゃ。扉が開かないって鍵をなくしちゃったとか。いや、そういうわけではない。扉の開け方自体が特殊なんだ。どう特殊なんだ？この紙を見てもらえるかな？何何？ネウシトラの牛と書かれているな。何ですかこれは。これにも見せて見せて。最初の文字は、こ？読むのか？こじゃないわよ。ねえ、ウシトラは、ねえ、ウシトラって書いてあるのよ。で、何なんだこれは。どうもこれが倉庫の扉を開ける暗号なんだそうだ。暗号。管理人には、自分で考えた暗号の解き方が、わからなくなったんじゃん。それ、認知症とかじゃない。こんな暗号忘れるわけないの。ワンパスワードですかワンパスワード。暗号元に倉庫の扉を開けてもらいたいのじゃ。暗号つったってこれだけじゃ何のことかわかんねえってばよ。検討を祈る。そんなもん、祈らなくてもいいっつーの。これだけでどうすりゃいいってばよ。かかし先生。なるほど。かかし先生、暗号が解けたの？いやー、まあなんとなく。何がなんとなくよ、随分と思わせぶりじゃない。まあとりあえずは倉庫へ行ってみるか。それでは失礼します。ここがその倉庫みたいだな。先生、なんとなくって言ってたけど、結局扉の開け方は分かったの？ついてはことを損じる。まずはとにかく自分たちで暗号を解き、扉を開けてみろ。なんだ、教えてくれないんだ。こんな扉すぐに開けてやる。よーし、やってやるってばよ。三つの宝箱のうちどれか一つが扉を開ける宝箱になっている。ヒントはねえ、ウシトラの牛。扉を開ける宝箱を手に入れるとミッション終了。扉が開かないんだったら、打ち破っちゃえば楽なのによ。そんなことしたら倉庫の管理人に怒られちゃうでしょ。確認すると暗号はねえ、ウシトラの牛だ。まあ2番目ってことだろ、多分。おそらく2番目やから、まあここに行きますか。何も入ってないわね。なんだこの宝箱、空っぽだってばよ。どうやら間違いだったよな。なんかアイテム入っとったら嫌やし。
また違ったってばよ。くっ。ってことは宝箱はあと一つだけね。扉が開いたってばよ。意外とあっさりと開いたな。よし、扉が開いたな。この奥に秘密の書が置いてあるのかしら。よし、入ってみるか。なんだ？また宝箱がいくつか落ちてるってばよ。この宝箱、どれかに秘密の書が入ってるのかしら。いや、また扉があるようだ。ということは、その扉を開けるのにも、また暗号がいるのかしら。さくら、なかなか鋭いな。そこの壁を見てみろ。なんか文字が書いてあるってばよ。胃にかざした右手の薬指。ん？胃にかざした右手の薬指。これが暗号かしら。おそらくそうだろう。なんだか知んねえけど、また同じことやればいいんだな。そんな適当なこと言って。さっきとは違う暗号なのよ。そうなの？とにかく、さっきと同じ要領で、この暗号も解くしかないだろうな。お、クグツヤ。なに？あれはクグツ人形。あいつが倉庫の守りをしてるのか。クグツ人形でも暗号でも何でもやってるってばよ。5つの、宝箱の中に扉を開ける宝箱がある。ヒントは火にかざした右手の薬指。クグツ人形が攻撃してくるが、スイッチになっている宝箱を開けると攻撃をやめる。扉を開ける宝箱を手に入れるとミッション終了。あー、始めちゃった。まあ、いいか。うつ、倒せるだろう。もう一度確認するぞ。暗号は火にかざした右手の薬指だ。火にかざした右手の薬指。それよりあいつが邪魔ね。ギギギギギ。まあ、速攻倒しますか。届くかな。届かんか。さあ、かかってこいってばよ。分身を消されるとは思わんかったな。火にかざして右手の薬指。右手を火にかざすってことかしら。かざすってどういうことだ？人形の分際で俺たちに勝てるはずがない。暗号、なんだ？また悩んでるふりか？さくらちゃん、暗号わかった？今考えてるんだから、ちょっと静かにしてて。あ、ねえねえ、あの人形ってさ、うるさい、静かにしろ！宝箱開けたら、クグツ人形の動きが止まったってばよ。火にかざした右手の薬指。右手、薬指。宝箱もちょうど5個あるわね。右手と何か関係があるのかしら。何も入ってないわ、入っていないわね。なんだ？この宝箱、空っぽだってばよ。どうやら間違いだったようだな。多分右から2番目やと思うよね。この宝箱も違うみたい。く。また違ったってばよ。この宝箱も違うみたい。また違ったってばよ。よし、これでクリアかな。扉が開いたってばよ。
扉が開いたみたい。よし、入るぞ。また扉があるなんてことはないだろうな。扉はもうないか。ということはここが最後かもな。でも宝箱はまたいっぱい落ちてるってばよ。この宝箱の中に秘密の書が入ってるのかしら。さくら、天井を見てみろ。え、何？何か書いてあるわ。奥に奥って書いてあるわね。あれを見る限り宝箱にはトラップが仕掛けあると考えた方がいいな。また何か仕掛けがあるのか。またくぐつか。人形もまたいるってばよ。でもこれで最後なのよね、きっと。気合入れていきましょう。なんでもかかってこい、シャーナロー。5つの宝箱の中に秘密の書が入った宝箱と、くぐつ人形の動きを止めるスイッチの宝箱がある。ヒントは奥に奥。秘密の書が入った宝箱を手に入れるとミッション終了。くぐつ5体か。もう一度確認すると、暗号は奥に奥。ね、奥に奥。なんだってばよ、そりゃ。それにしても、またこいつが邪魔だってばよ。まあ、奥に奥やからな。これか？それか、これか？これかな？右上が正解かな？奥に奥、奥に奥って言われても、さっぱり意味がわからないわ。奥に奥か。ねえねえ、これって反対から読むと、クオニクオだってばよ。クオニクオ、それってどういう意味？いや、わかんねえけど。あんた適当なこと言うんじゃないわよ。急に逆さま読みするんかよ。クオニクオ。なると、最後だからって、気を緩めちゃダメよ。わかってるってばよ、さくらちゃん。暗号は解けたか？暗号は奥に置くか。ま、なんとかなるだろう。最後だから、頑張れよ。足らんか。暗号わかったか？仕方ないな、教えてやろう。この暗号は奥に置く。倉庫の奥に置くという意味だな。すなわち、一番奥に置いてある宝箱を開けろということだ。うん。知ってる。むしろ、くぐず人形を避けて、突き進む方が難しくねえか、これ。馬肉エキス。やったやった、見つけたってばよ。うん。いやー、ご苦労さん、よくやったな。さあ、その依頼人に秘密の書を届けに行きましょう。いや、その必要はない。え、どうして？ナルト、その秘密の書をよく調べてみろ。この本をか？おー、二択か。普通に調べる。どれどれ？ん？本当に何か挟んであるってばよ。へへー、いただきだってばよ。被爆札を手に入れた。危なくねえか、衝撃で爆発するぞ。それが挟まってたってだけ？いや、違う。もっとよく見てみろ。ゲゲ、この本よく見ると、画家先生がいつも読んでるやつだってばよ。イチャイチャパラダイスか。そう、俺の委託書、イチャイチャパラダイスだ。え？何？どういうこと？まさか。依頼主。この依頼はお前たちのトラップや戦闘などの練習のために俺が仕組んだものだ。何？何ですって？私たちに危ない思いをさせてはめ上がったな、シャンだろう。忍者たるもの、常にトラップには気をかけていなければならない。今日はそのためのいい練習になっただろう。わざわざ嘘の任務なんて。作らなくても普通に練習すればよかったのに。それじゃあつまらんだろう。それに最初からトラップの練習と言っちゃまともこもないだろう。まあ確かにそうだけど、
まあ、それにしても、お前らよここまで来れたもんだ。結局あんたの手のひらの上で、手のひらの上だったってことか、バカバカしい。でも確かにいい練習にはなったってばよ。さ、任務終了だ。今日はもう帰るぞ。任務が嘘だったってのも、ある意味トラップよね。ちなみに慎重に調べるにすると、ちょっと棒でつっついてみるってばよ。ナルドのやつずいぶん慎重に調べてるな。棒を探してたらこんなもの拾っちゃったってばよ。お、兵糧丸。じゃあまた棒を探してくるから。もういいわよ、私が調べるわ。なになに？え、この本ってカカシ先生がいつも読んでるやつ。そう、俺の英訳書、イチャイチャパラダイスだ。え？何、どういうこと？まさか。この任務はお前たちのトラップや戦闘などの練習のために俺が仕組んだものだ。ということで、普通に調べると起爆符だ。慎重に調べると、兵糧丸が手に入りました。